はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。税理士川南の会議室ということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちらですね。9月から始まっているマイナポイント、お得5000ポイント分がもらえるよという動画について紹介したいと思います。本日の目次はこちらです。マイナポイントって何？手続き方法を3ステップで順番に紹介していきます。あと最後に注意点とマイナンバーカードを持つメリットなどを紹介していきたいと思います。本日の流れはこのような感じでいきますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画、マイナポイント、お得に5000ポイント分をゲットしようという動画になります。本日の目次が先ほど言ったようにこのような流れになっています。それではまず、マイナポイントって何っていうのを説明したいと思います。買い物のね、25% 分、これはチャージでも OK です。上限5000円分ポイントがもらえるよっていうものです。2万円分をすれば上限5000円分に達成しますので、ポイントがもらえるということで、4人家族の場合は合計2万円分分ポイントがもらえるということで、そう考えるとかなりお得と言える制度ではないでしょうか。では実際にね、どうやってマイナポイントをゲットすればいいのかっていうのを順番に3ステップで説明していきたいと思います。手続き方法には3ステップあります。1つ目のステップがマイナンバーカードを取得するということです。2つ目のステップがマイキー ID を取得しよう。3つ目のステップがマイナポイントの購入になります。この1つ目のステップ、マイナンバーカードがあるという方は2番目の動画のポイントから見ていけば大丈夫です。ではまず1つ目、1ステップ目から紹介していきます。1ステップ目がこちらになります。マイナンバーカードの取得になります。まだね、マイナンバーカードを持っていないって方いらっしゃると思うんですよ。その場合はまず1つ目にマイナポイントをする1つ目のステップとして、マイナンバーカードを取得する必要があります。必要なものがこちらです。通知カードです。これは、ご自分のナンバーが記載されたこうペラペラの薄い小さい、ね、用紙にマイナンバーが記載してあるカードが届いたと思うんですね。その通知カードがいります。交付申請書が必要になります。自分の写真用になります。この3つがマイナンバーカードを取得するため必要になります。この通知カードなんですけど、持ってないのないよっていう方は再発行が必要になります。再発行は住まいの区町村の方にマイナンバーの再発行の手続きをない方はしに行ってください。通知カードがあるよという方はこちらの方ですね、スマートフォンから行かれる方はスマートフォンで申し込み、パソコンからもできますし、もちろん郵送でも対応がしております。専用の証明写真機というのがあるそうで、そちらの方から写真を撮って申請をすることも可能なようです。この交付申請書はダウンロードできますので、概要欄に交付申請書のダウンロードの URL を載せておきますので、そちらの方がね、欲しいとか入手したいって方はそちらの方からダウンロードしてプリントアウトしていってください。そしてこのマイナンバーカード取得のためにこの申請して出したとした時には、最後マイナンバーカードを受け取る時には窓口交付になります。直接本人が取りに行かなければなります。郵送で送られてきたりっていうことはないので、直接窓口で交付をしてもらいに行ってください。一つ注意してほしいポイントなんですけど、ここで4桁の暗証番号を設定いたします。この4桁の暗証番号はマイナポイントを取得するために必要なパスワードになりますので、忘れないようにこの4桁の暗証番号は必ず覚えておくようにしてください。必要になります。そしてマイナンバーカードが取得できたとです。次のステップがこちらです。2つ目のステップがマイキー ID を取得するです。スマホから登録する方はマイナポイントでアプリをダウンロードしてください。そちらの方で、ね、ダウンロードして進んでいきますと、マイキー ID っていうのを取ってください。まあ、マイキー ID を発行してくださいというふうになるので、そちらのマイキー ID を取得いたします。そしてこの ID も必ず保存をするようにしてください。パスワード同様忘れてはいけないので、こちらの方を、スクリーンショットを撮るなり、何かにメモをするなり、マイキー ID は必ず覚えておいてください。そしてそこまで行きましたら、マイナンバーカードをスマホで読み取ります。この読み取るときに、先ほど言った窓口交付のときに設定した4桁の暗証番号が必要となってきます。そしてマイナンバーカードを読み送ったときに4桁の暗証番号を入力する、最後マイキー ID を入力するっていう形で進んでいくと順番にできます。一つ注意点なんですけど、このマイナンバーカードを読み取れるスマホというのが、機種によってはできない機種があるというそうで、ちょっとこれやってみないとわからないということですので、もし万が一マイナンバーカードが読み取れなかったってことは、お持ちのパソコンからマイキー ID を取得することになると思います。その時に、ね、一つ注意点があるんですけど、カードリーダーが必要となります。
スマホの、ね、アプリで行く場合はスマホがマイナンバーカードを読み取ってくれるんですけど、パソコンの場合はこのようなカードリーダーが必要となります。こちらない方はこの負担がかかるというふうに思っておいてください。 Amazon とかあの辺2000円前後で入手できますので、こちらの方カードリーダーが必要になると思ってください。ですので、まあ、スマホで行った方がいいかなと思います。マイキー ID を発行しましたったら、いよいよこちらですね、3番目の3ステップ目です。マイナポイントのゲットです。その時にクレス事業者を選択します。今ね、マイナポイントポイントもらえるキャッシュレス事業者が約91社ほど、事業提携しているそう。そのキャッシュレス事業者をこちらで指定して選択して決めます。キャッシュレス事業者を選んだら決済やチャージでポイントをゲットすることになります。だから決済というのは2万円分のお買い物をするか、もしくはチャージするだけでもいいですので、2万円をチャージすれば5000円分のポイント、マイナポイントがゲットできます。でそのポイントを使ってまた次のお買い物ができるってことですね。このねキャッシュレス事業者には、まあ、有名どこで言ってはワオンとかスイカとかペイペイとかラインペイとか au ペイとかあの d ポイントとかいうふうにあります。このようなキャッシュレス事業者たくさんあるんですけど、自分のとこを使ってほしいじゃないですか。なので紐付けてほしいので、独自のプラスポイントつけているところが増えてきました。なんか例えばここだとプラス1000円ポイントさらに上乗せしますとか、さらに500ポイント上乗せしますよとか、抽選でね何名様に何かが当たりますよとか、抽選でポイントをキャッシュバックしますよとか、独自のプラスポイント制度があります。あのどこのねキャッシュレス事業がお得かっていうのはご自身の方でちょっと調べていただいて、キャッシュレス事業者を選択していただければいいかなと思います。最後ですね、注意点です。あのそもそもねこのマイナポイントって予算がありまして、約2000億円ぐらいと言われております。約4000万人分が準備されているということになります。今このマイナンバーカードを持ってらっしゃる、もうすでにね持ってるって方がちょうどこれくらいいるようで、今もうマイナンバーカードをすでに持っている人が全員マイナポイントを申請した場合はすぐに予算額に到達してしまうのではないかと言われております。9月からスタートしておりますので、もしマイナポイントを狙いたいという方はなるべく早めにステップを踏んでいってあのゲットするのがお得かと思います。でね、今ねマイナンバーカードの発行が混んでいる情報をちょっと耳に入れました。なのでもしマイナンバーカードがまだないよっていう方は、マイナンバーカードをまず作るとこからで少し発行にお時間がかかると思ってください。キャッシュレス事業の決済選びは慎重にやってください。あの一度指定しましてしまうと変更することとか、やっぱりこっちがお得だからこっちに変えたいっていうことができませんので、決済選びは慎重にしてください。独自のプラスポイントあるって言ったじゃないですか。これがお得だからといって決めてしまう。自分が普段よく使うキャッシュレス事業者さんを選ぶこと。あとは、まあ、それの中で一番上乗せポイントが多いところを選ぶのが、個人的にはベストなんじゃないかなというふうに思います。家族4人だとね、2万円分ってなるとちょっと大きいですよね。ぜひお得にゲットしていただければと思います。あとですね、最後にね、マイナンバーカードの取得についてなんですけど、一時期ね、マイナンバーカード自体取るのが嫌とか、あのなんか個人情報抜かれるんじゃないかっていうので、あったと思うんですけど、メリットとして本人確認のために使えるということですね。印鑑証明、住民票がコンビニで取れるようになります。マイナンバーカードがあるとコンビニで入手ができます。あとは確定申告が e-tax でできる。その時にマイナンバーカードが使えるということでメリットがあると思います。はい、まあ、最後本当ね、ちょっと言いますと、個人的に手続きがめんどくさくないめんどくさいかって言ったらめんどくないです。今回5000円分、まあそこまでして欲しくないよっていう方はしなくてもいいかなっていうふうに思っております。家族分やるってなるとね、結構ポイントがね4人たら2万円分って思うとちょっと得かなっていうふうに私も思っています。あの私はあまりやる予定がないんですけど、あの皆さんはあの、ね、5000円分本当お得ですので、あのでマイナポイントのホームページの方に詳細が詳しく Q&A とか書いてありますので、あの URL を貼っておきます。じゃあ本日の動画は以上になります。オンライン上で税理士を味方につけるということで、月額制の完全会員制の Facebook の非公開グループで運用しています。税金経理ビジネス情報や知識を平日毎日投稿してますので、相談や質問も OK です。 Zoom 会議定期的にやっております。コモリオに比べて圧倒的に安い値段で税理士を味方につけれますので、ぜひ興味ある方はあの同じ概要欄に URL を貼っておき、チェックの方ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではチャンネル登録の方よろしくお願いします。また高評価ボタンもお待ちしてます。コメント、感想、取り上げてほしいテーマなどありましたらお書き込みください。では本日の動画は以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またねー。またねー。